武前国は、かつて日本の地方行政区分だった、両政国の一つ。西海道に属する。領域は、福岡県東部に属す北九州市の東側、地区地方の東側、京築地方の全域、及び大分県北部からなる。1876年、武前一国を管轄した小倉県は、全体が、福岡県に編入された後、山国川伊東の二軍が、 大分県に編入された。しかし、武前国として共通の歴史を持つため、現在でも文化面、生活面での結びつきが強い。なお、武前国豊津出身の坂井敏彦はその自伝の中で、筑前、筑後、武前の三国が福岡県を成しているのだが、私は福岡県人と呼ばれることがあまり嬉しくなかった。 なんだか筑前の付属になったような気持ちのするのが少し嫌だった。福岡県というものは私にとって故郷でない。故郷はただ武前ばかりである。私はどこまでも武前人でありたい。ただし武前の中でも北部の六軍の元小倉領だけに親しみがある。と記している。七世一期末に報告を分割して文後国と共に設けられたとされる。 武前は、平安時代までは妙で、豊国の道の口と呼んだ。1871年7月14日の、廃藩地県で、武前国内にあった豊津藩、先属藩、中津藩がそれぞれ県となり、同年11月14日の第一次、府県統合によって三県を呼び、武前国内の日田県官地が統一されて、小倉県となった。1876年4月に、 国倉県は福岡県に編入されたが、同年8月、部全国の内最南部の2軍は大分県に編入された。国府は中津郡2月26日京都郡に編入にあった。中津郡は、慶光天皇による報告地名伝承発祥の地である。なお、現在の福岡県京都郡宮古町の国作りの、 宗者地区で遺跡が発見され、武前国府跡公園として整備されている。これらは、宇佐神宮に関わる神社である。なお、商社三社はいずれも現在の河原神社であり、六社とも、都来系の神であることが特色である。二宮以下は存在しない。鎌倉幕府室町幕府主として、 彦三サン宇佐八幡等の自社勢力、及び、白石、麻生氏等の宇都宮市一族を中心とした、国人衆が拡挙していた。ここに、大内氏や大友氏等の隣接する、戦国大名が、四五大党として、杉氏や田原氏を置いて、文字氏市、関氏勝木氏武前長野氏武前佐々木氏時枝氏などの、 各勢力はその下で、離合周散を繰り返していた。豊臣政権の大名江戸時代以前江戸時代。ありがとうございます。